あの委員長からもですね、ご指摘あったスピーディーについてなんですけれども、はい、皆様のご報告ではですね、ERSS から放出源を得られない場合でも、スピーディーを活用する余地はあったと。はい、はい、こういうですね、有用性を指摘した結論であるのに対しまして、国会事務長ではですね、避難指示に活用することは困難として、限界を指摘されています。うん、でスピーディーの その活用やですね、候補については特にですね、福島県の皆さん非常に大きい問題と考えているわけですが、この国会事務長との結論の違いについてはどう考えるか、つまりですね、大きな2つの事故調査で国民にとってみれば結論が2つあるとというのは、責任の所在やですね、今後の対応にとって混乱をもたらすものでもあるわけなんですが、これについて国会の事故調が調べて、それで考えた結論を私の方がとやかく言うことはないというふうに思っています。これがもう一番の基本の姿勢です。ですから、私たちの方は私たちに考えると、まだ十分に使うことが、まだじゃない、適切に使えば非常に有効だったものを、適切な方向に考えるという、そういう努力をしようとしなかったっていうことが問題だというふうに考えています。ただ、一番初めに言いました通り、これをね、すぐに責任追及型の理屈のところに持っていくのには全く私は不賛成です。その誰が悪い、何がおかしいっていう形でこういうものを取り上げるっていうのは、私たちのこのやった委員会のようなやり方や考え方で進めていくときには不適切だというふうに思っています。ですから、責任といろんなものが絡んでしまうからって言われても、あ、そうですかって言うしか仕方がないんですが、私たちから見るとですね、非常に残念 な感じがするんです。先ほど言いましたように、これに関連している人たちがスピーディーを何のために作ったシステムで、これは何かの時にどんなふうに使われて、みんなの対比や行動にどんなふうに関係するのかを、一人ずつがきちんと自分の問題だとして考えていたとしたら、随分と違った対応になったんだろうというふうに見えるからです。ですから、これには限界があったからなかったから、さもなければこのくらいしか仕方がないんだろうとか、そうないとかいう、そういう意見があっても、それとの比較で私たちの考えが変わることではないというふうに思います。ちょっと哲学というのをお伺いしたいんですけども、はい、要するに、ちょっとしつこいですが、複数の事故調で結論が違ったというのはですね、これはしょうがないことなんですが、そもそも一本化する必要はないんですか。もともと一本化する必要はないと思います。一つの事故調が何かの結論なり、結論というより考えね、調べた内容、それから考え、それで結論を出したとすると、それはその委員会なり何なりの方向、ある視点で見たらばこういうものが見えたということで、物事一つを見るときに、一つの方向から出した記述だけが真実を語っているというふうに考えるのは、僕は間違いだというふうに思います。ですから、委員会は、ね、何でもたくさんあればいいというものではありません。しかし、視点の違う方向からそれをきちんと取り上げるというのは非常に大事なことだというふうに思います。特にですね、この被災している人の数がものすごく多くて、長期にわたってですね、それでもう広範囲で大量で、それで長時間で、今までもう私たちが遭遇したことがないような状況に今いるのです。で、その時に一つの方向から見た、一つの委員会の何かの報告だけで、それが記述されているっていうのは、その方がおかしいんじゃないかというふうに思うんです。ですから、違うことが書いてあるから、どっちがいいとか悪いとか、片方はなんか調べ方が足んないとかね、嘘言ってんじゃないかとか、そんなふうに見るのは間違いだというふうに思います。はい、週刊金曜日、文春部の岩田と申します。ご苦労様ですが、ご協力させていただきます。2号機、3号機についてですね、安全停止をして、その後 RCIC、下げた場合は ATPCI が作動して、一定程度は冷却状態になったと。
で、この状態の時にですね、弁当して海水注入をしていれば、あの深刻事故に何らも至る可能性がなかったと思いますけれども、そのあたりの分析はどうしたらいいですか。じゃあ誰か別の人が、ご質問ですので私から答えさせていただきますけれども、2号機3号機につきまして、まあ、ご指摘のような対応をしたときに、炉心損傷を防げたかどうか、あるいはその原子炉の破損等を防げたかどうかについては、そこまでの結論は出しておりませんし、分析はしておりません。ただ、あの2号機3号機につきまして、ご承知のように、いろいろまあ現場対象について問題があったのではないか。例えば3号機についてはサプレッションチェンバーの水温や水圧の圧力の監視が遅くに指示したのではないかとか、それから2号機につきまして、逆でした、2号機につきましてサプレッションチェンバーの水温圧力の監視の問題です。それから3号機につきましては、途切れないような注水の方法を考えて、事前に、まあ、先に減圧をするとか、それから注水ができるかどうかということを検討する必要があったんじゃないかという指摘をしておりますけれども、それはあくまで、現場対処でそういう問題点が発見されたので、より良い対処はあり得たということで指摘しているものであります。どういうなんか結論を防げたかどうかということまでも述べているものではありません。海水注入した方がいいんじゃないかという指摘に対して、本体の方が弁当は1回しかできないから、もう止まった直後、つまり圧力が一番高くなった時にやらないと効果がないんだみたいなことを言ったというようなやり取りがあるんですが、これも書いてないんで結論が出ないとは思いますけれども、このあたりのヒアリングとか、調査を委員会として考えましたからは、ヒアリングはされているんでしょうか。ですね、報告書に記載していないことにつきまして、どういうふうなヒアリングをしているかとか、ヒアリングでどういうことを聞いたかについて、まあ、委員会として認定しているわけではありませんし、基本的に非公開のヒアリングにつきましては、まあ、非公開で行っておりますので、ちょっと今のご質問についてはお答えしかねるところでございます。ありがとうございました。じゃあ、その、お隣の方。月刊誌の立田の宮島と申します。よろしくお願いいたします。本文の総括の365ページの集団にですね、いくつかの調査検証が行われ、その報告も出ていると365ページの集団でございます。その中に明らかな事実誤認を前提としたものが多いというふうに書いてございます。私よく読み込んでいないんですけど、これの中身についてですね、どういうことを指しているのかちょっとご説明いただきたい。それで、まあ、要するに、先ほど先生おっしゃったように、FBC の事故というのは、まあ、津波のことは、まあ、あれですが、まあ、地震には何とか持ちこたえたというのがどうも政府の事故調の一つの乱目かと思うんですけど、その点については2番目にどうご覧になったか。それでご案内の通り、国会の事故調は例の小規模のですね、要請を送ったというような断定はしていませんけど、そういう地震事故説ということも言っているわけですけど、まあ、まさに事実の検証ということではですね、私は政府はやっぱり一生懸命やったと思うんですけど、その辺の地震事故説につきましてね、これはまあそうは書いてませんけど、ここでおっしゃっていることはそういうことかと私は読んだんですけど、どのような理解でよいのか、この点をご専門の方でもいいですけど、少々詳しく説明していただきたいんですけど、はい、ご質問ですので、またお答えさせていただきます。まず、365ページで、東電等の、検証、査検証について、事実誤認を前提としているものが多いというふうな指摘の部分ですけれども、これは詳しくはですね、東電の解析、あるいは JNS が公表している解析がございます。それについていろいろ分析をしておりまして、その結果をこの、報告書の本文というよりも資料編の方でございますけれども、分析をしております。でそこで、個別に実際にその文章に当たっていただきたいと思うわけでございますけれども、例えば、水系の水位を前提としていて、その水位があるもの、水が入っているものとして解析を進めている部分があったり、それから
実際には、例えば、3号機の HP 自体が止まった時点で、我々の認定ではもうそれほど水は残ってなかった、高い水量ではなかったと考えているんですが、一部の解析では、また水位がその時点で6メートル、タフプラス6メートルあったというふうな前提で、まあ、解析をしたりだとかということで、まあ、いろいろこう分析をしていった事故の実態と違ったことを前提にして、まあ、解析をしている部分がたくさん見受けられる。またそれから解析のモデルにつきましてもやっぱりいろいろ限界があって、まあ、圧力容器が、まあ、メルトダウンをして圧力容器の底が壊れて、それによって、まあ、漏出をしたというふうなモデルしか前提にしてないような、まあ、モデルを使っているというふうなこともありまして、そういったことを、まあ、念頭において365ページの記載をしているということでございます。それから小規模破断、地震との関係でございます。これはどうしますか、委員長、お伺いになりますか。いや、もうそちらでやってもらうといいな。先日でございますが、引き続きお答えさせていただきますと、地震で壊れた可能性がないのかということにつきましては、非常に今関心も集めているところでございますので、まあ、当院側としてもできるだけ調査をしたつもりです。で、まあ、よく読んでいただければお分かりになると思いますけれども、地震で壊れた可能性がないとか、地震で全くその破断した可能性がないというふうなことは言っておりませんし、あくまで分かる範囲で客観的な証拠を、まあ、分析をして、その結果を、まあ、記載したというものでございます。で、ごくごく軽微な破断であるとか、あるいはごくごく軽微な損傷とかにつきましては、それは可能性は否定できないと。で、またそういったものがその後炉心損傷が進んだりした状況ことによって、まあ、拡大をしたりだとかという可能性もそれはあるかどうかについては分からないというふうなことを書いております。ただ、小規模破断の可能性につきましては、これもJNESが解析をしておりまして、例えば圧力容器から3平方センチメートルの、まあ、漏洩があった場合には、圧力容器の圧力やそれから水位に影響があると。で、そういう、まあ、可能性は認められないということを言っているんですが、さらにより小さな 0.3 平方センチメートルあるいは 0.1 平方センチメートルの破断の時には、圧力容器についてはの圧力等については影響はあるかどうかわからない、むしろ影響が出ないということを言っております。で、そこにつきましてさらに、まあ、手がかりとなるものがないかどうかということを分析をしまして、当委員会から JNES に解析を依頼しまして、その場合にドライベル、格納容器の方の圧力に影響がないだろうかということを分析をしてもらいました。で、その結果 0.1 平方センチメートルの、まあ、ごくごく軽微な破断の場合でも、実際の実測値よりも4倍とか5倍とかというふうにドライベルの方の圧力が上がると。で、実際のそのドライベルの圧力を再現できないということが確認できましたので、そうするとその程度の破断ができたという可能性は少ないということを記載しております。ですから、そういった今、長々と申し上げましたけれども、今、客観的に分かった範囲のことを書いて、まあ 圧力、まあ、閉じ込め機能に支障を与えるような、閉じ込め機能を損なうような損傷が生じた可能性は少ないというふうなことを書いて、まあ、記載しているということでございます。要するに地震には何とか持ちこたえたというふうな展開になるわけなんですが、もう全てを検証できたわけじゃないんですけど、そこのところはやはり一番気になるんですけど、皆さん一生懸命いろいろ検証されて、少なくともその LCM が取ったというようなことは事実としてなかったということなんですね、多分今ので。ということですか。ですから今申し上げた通りでございますので、地震の段階では閉じ込め機能 に損なうような損傷が起きた可能性は少ないということでございます。じゃあ全員ですね、関連していただき、赤旗日曜版の記者の皆さんです。閉じ込め機能に与える損傷が少ないという可能性が少ないということですけど、例えば水素の場合ですと、ヘアクラック程度でもあります。そうすると、その、いろいろ配管のですね、支流とかが溶けるとか、それ以前にですね、当然そのヘアクラックから漏れると、もう小さいとか、その可能性があるんです。で、今回の事故を見た場合に、水素爆発になるということは、非常に大きな問題ですし、その可能性が少ないとかですね、それは言えないと思うんですが、そこら辺はどうお考えなんですか。まあ、事実も
ヘアクラックとおっしゃってるのもですね、どんなその、まあ、破談をあのイメージとおっしゃってるのかは分かりませんけども、一緒の日、あのいずれにしても報告書には先ほど申し上げたようなことを書かせていただいておりますので、それ以上のこともありませんし、それ以下のこともありませんので、それを読んでいただいてご検討ください。あの津波が来た後その炉心損傷が起こって温度が上がった状態では当然いろんなところが漏れてるっていうのは認めてるわけですから、水素が漏れてるっていうのはそういうフェーズの話で、その津波が来る、まあ、電源が喪失する前の段階では、まあ、圧力容器、格納容器、 RCIC、HPCI、IC この辺りが動いてたという事実から そういう可能性が低いということで、その全電源喪失した後最後まで全てが持ってるということは一切言ってませんので、ね、それは誤解ないようにしていただきたい。そう、次の質問に進ませていただきます。それじゃあ、2列目のじゃあ真ん中近くで、あの水色のシャツの方。朝日新聞の石川と申します。あの委員長にお聞きしたいんですけれども、はい、あの今回の調査を振り返って、はい、あのどこまで真相に迫られるのかというのは、委員長さんとしてはどういうふうに考えてらっしゃるのか、あとそれに関係して今回の調査特有の、まあ限界、調査の限界ですね、それについてはどういうふうに考えてらっしゃるのか教えてください。はい、まずどこまで真相に迫れたかということです。質問の1個目ですね。それは真相って何ですかっていうのを逆に聞くしか仕方がなくなります。それだから、どこのどんな部分がどんなふうに壊れたとかね、仮にそういうものを全部きっちりと捉えるのが真相だと考えるんであれば、現場に近づけないという状況で真相がつかめるのかって言ったら、それは結局無理なんだっていうふうに思います。でそういう場合にそれでは真相に迫る努力をしないでいいのかって言ったら、やっぱりしなきゃいけないと思うんです。そうするとこういう可能性とこういう可能性とこういう場合があり得たなというところまで考えて、それ以上は進めないというふうに思います。ですからこのどこまで真相に近づくかっていう、それは何でも本当に真相をつかみたいと思って努力するのはその通りですが、現物をきっちりと調べて、ただ現物を外から眺めただけじゃなくて、きちんとそれから例えばある部分を取り出すとか、サンプルを取り出すとか、さもなければそれを詳細に拡大してみるとかね、いろんなことが全部できないと本当に技術的に見た場合でも真相っていうのを捕まえるのは私はできないなというふうに思うんです。だからやれるとこまでの努力はやりましたということまでしか今回の分について言えないというふうに思います。まず仕方がないところがあります。それからその次です。何が今回ので一番その困難でしたかっていうのは、やはりその放射線が強すぎてですね、実物に近づけないということに尽きるというふうに思います。それから先ほど皆さんが疑問に持っているその地震で壊れた可能性があるんじゃないか、津波で壊れたっていうんで全部片付けていいのかっていう問題だって、地震の後に津波が来ていろんなものが壊れているというときに実物をきちんと詳細に調べることができないと、時間的に重なっているものを剥がしてそれで時間軸を逆にするってことは不可能です。だからそういう意味で、疑問が疑問のままでしか取り扱うことができないなっていうのも、これまた実物に近づけない、実物をに触れないというところから来ているというふうに見えます。でそういう意味で今回の調査の限度というか困難なところっていうのは、やっぱり実物に近づけないというところが一番大きいというふうに思います。しかしそれ以外でね、例えばどういうことを見たとか考えたとか、それからこんな記録があるとかメモがあったとかいうので見る限りでは、やれるだけのことはやって、
それでこうだろうと考えるのが一番妥当だろうと思うものでいろんな記述をしています。もうそこまでしか言えないですね。あとあすいません、あともう一点、理事長は最初の時だったと思うんですけれども、うん、原子力の技術の来歴を明らかにしたいとおっしゃったんですけれども、今回の報告書にはそういったところまで、もともとのところまでは触れてないと思うんですけど、それはなかったのか、なぜ。いくつもできないでですね、残念に思っていることがいくつもあります。で、一番大きいのが私は再現実験をやりたいっていうのを言っていたのにできなかったことです。これは時間的にもそれから人用的にも やりたいのにできませんでした。それから来歴も同じです。それで何がじゃあ調べに行きゃいいのにって言うけど、何をどこにどんなふうに調べて何をやれば来歴が明らかになるのかっていうのをきちんと考えを構築して、それでその構築する方の努力をやり続けていく中でようやく来歴って分かってきます。ですからどっかに何かに誰かに聞きに行ってそいつをやればそれでできちゃうだろうって、そういうもんではありません。でそうすると今回のような限られた時間とそれから人用の中ではできませんでした。で、自分自身は非常に残念に思っています。この再現実験ができないとか来歴がをきちんとその明らかにする動作ができなかったというのは非常に残念です。ですからこれはですね、次にまたこの調査を継続してやる人たち、さまざまなそういう組織がぜひそういうことをやってほしいというふうに思っています。それで先ほど言っているように一番最後継続的な、調査をやってほしいというのを非常に強く求めるって言ったのは、やりたいと思ったけどごめんなさいできませんでしたって言っていることです。はい、ご質問に進ませていただきます。それじゃあ後ろの方に行って、じゃあ、ピンクのシャツの方。家屋新報の瀬川です。院長に2点、414ページで被害者の視点からの欠陥分析の重要性を訴えてらっしゃいます。まあ、非常に大事なことだと思うんですが、今回の報告が被害者の視点からの被害者の視点でまとめられたとお考えで十分まとめられた。まず一つ目、はい、被害者の視点で十分にちゃんとまとめれていると思ってるのかって言ったら多分そうじゃないと思います。ちゃんと分かって、私自身が被害者の辛さとか大変さとか考える中身っていうのを的確に全部捉えることができているかって言ったら多分できていないんだろうというふうに思います。でこれは今日もお話ししましたが、途中の今日で全部でこれ委員会13回目ですが、その途中でですね、何回か私は皆さんにお話ししたんですが、初めはこの委員長としてやることはサイトの中というか発電所の中で起こっていることをできるだけ明らかにするのが一番大事なんだろうと思っていたけれど、本当に現場に出かけていってね、それで現地で被災している人と話をしていろんなことをやり取りしているうちに自分の視点がそれでは全然不十分だというふうに感じるようになったっていうのを実は何回もお話ししています。でそういう意味では私の捉え方はまだ随分不十分なんだろうっていうふうに思います。私が答えるよりその柳田委員に答えてもらうのがここすごく大事なんじゃないかと思うんで、ちょっと別のをやめて、これ動かすとどっかになっちゃうんじゃないかな。ちょっとさ、はい。あ、いた。ごめんなさい。414ページから始まる、まあ、数ページにわたる叙述なんですけれど、いろいろと自己調査をする場合に、原子力プラントの主要な設備がどのように壊れたかっていう、そういう視点で調べるだけではなくて、実際被害者がどんな目にあったのか、その
原因はどういう災害によったものなのかっていうことも見る必要があるっていう、まあそういう表面的な意味だけではなくてですね、あの事業者なり、あるいは規制官庁がそのシステムの安全性をチェックするときにですね、あの工学的あるいは原子力工学的に、プラントの安全性をこう点検すると何項目かこうずっと、まあ、点検マニュアルみたいなもので調べていって大丈夫だという判子を押すわけですね。そうするとあのまだまだあの落とし穴やあるいはあの安全のための防護壁の欠陥やそういうものがあるというのを見落としがちであるという、そういう基本的な発想が必要だということをまず一つ置いて、じゃあそういうものを発見するのはどうすればいいかっていうと、例えば一例挙げますと、まあ、あの地域原子力防災計画を立てる場合に、住民の避難あるいは訓練、そういうものもですね、まあ保安院がモデルを示して自治体がそれに従って計画を立て避難訓練をやったりするわけですね。そうすると政府の保安院がこれこれこういう避難区域についてこういう避難訓練やってるから万全だと考えても、実際に現場に行って市町村の取り組みと実際にやっている訓練の現場を見る、あるいはその記録をきちっと調べる。そうするとですね、例えばウィークデーに、集められる人だけが参加する、土日や深夜にもし事故が起こったらどうするなんていうことは考えないで、とにかくできる範囲内で訓練をやりましょうということで、地元の協力を求める。そうすると結局ウィークデーで働いてないお年寄りなんかに300人ぐらい集まるだけ、それで本当の訓練になるのかっていうことが現場に行くと分かるわけです。システムというものをこの設計する側から見るだけだと見えないものが、その住民や被害者の視点で見ると見えてくるという、こういう安全点検が必要であるというのがこの欠陥分析の重要性の言わんとするところなんですね。でそれに沿ってどれだけこの報告書あるいはその調査をしたのかっていうと、基本的に言えば起こった事故の調査というものは被害を受けた被害の発生というものを前提にして、なぜそうなったかということをこう逆算するような形で調べていくわけですから、事故調査そのものがもともと被害者の視点からの欠陥分析という性格を持ってはいるんです。いるんですけれど、これは物が壊れたところだけを調べるんじゃなくて、社会システムとして原発というものが存在している、通常のですね航空事故とか鉄道事故のように、その起こった航空機や鉄道の被害状況を調べるだけ、あるいはその現場調査をするだけじゃなくて、広範な地域における被害の発生っていうことが原子力災害の場合に非常に特性として、あるいは特異性としてあるわけですね。したがってこの被害者の視点からの欠陥分析というのは、単に事故調査で、通常の事故調査で、システムが壊れた機械的な部分を調べるという、それだけにとどまらずに、一体、そこに住んでいる人々やあるいは産業やあるいは環境や、そういうものがどう破壊されたのか、そこから逆にシステム全体を見直すと、事前に、対策が立てられていなかったではないか、備えがなかったではないかというのが見えてくるわけですね。それは結果として災害事故が起こってから調べるだけではなくて、そういう視点で原発の設計やあるいは設置運用というものを通常時においても同じような視点で点検すると、安全だ安全だという保証が
必ずしも言えない部分がいっぱいあるということですね。そういう視点でこの社会システムとしての原発の安全性っていうのを点検しないといけないんではないかっていうのがこの括弧4被害者の視点からの欠陥分析の重要性ということであるわけです。そしてそこでもう一つ注目していただきたいのは、そういう社会システムとしての原発っていうものはどういうような構造になっているかっていうと、まず原子力プラントという、主として機械装置を中心としたその発電をするための中枢的な領域があるわけですね。でもそれがもし故障を起こしたり事故を起こしたりしたときに、それ事故が拡大しとんでもない事態になるのを防ぐためにいろんな支援をしなきゃいけない体制も同時に整えなきゃいけないわけです。例えば給水しなきゃいけない、それで水を持ってくるだとかですね、あるいは消防車を呼んでくるとか、あるいはそういう移動に必要な道路がもう地震でガタガタになってるから、それを整備しなきゃいけないとか、プラント内でがれきだらけになってるからそれを排除する重機が必要だとか、もうさまざまな支援体制が必要なわけです。でそういうその通常の運転ではすぐに動員はしないけれど、いざという時に必要なその支援システムの領域っていうのがあるわけですね。でさらにそれを取り巻く周辺地域の住民の健康被害や、あるいはさまざまな産業被害などについて防護するような対策も立てなきゃいけないというふうに、こういう三重構造になっているのがこの原発のシステムの特異性なわけです。それだけに周辺の地域についてきちっと万万一の時に、万全の対策が取られているのかっていうことをチェックする、そういう視点が必要だということを強調しています。でその根底にあるもう一つの問題は、原発のプラントが安全であれば、その支援体制とか、あるいは周辺の住民対策とか、そういうものはまあまあやっとけばいいなどということで軽く見られがちなんですね。これだけやっとけばまあ大丈夫だろう、そういう視点ですと、今回の福島原発の事故のように、とんでもない事故が起こったとき、つまり想定外というような事態が起こったときに、住民の安全というのは全く保たれないわけです。で、そのことは何を意味するかというと、今3つに分けた領域それぞれについて、プラント自体にどんな事態があろうと、その周辺の支援領域や、あるいは地域の安全領域についても万全のことを独立して作っておかなきゃいかんということです。今後そういうことをやるという大切さは分かるんですけど、今回の報告書が被害者の視点に基づいたものだったのかどうかということをお尋ねしたかったので、委員長からお答えいただいたので次の質問なんですけど、366ページで原発が現に存在する以上、二度とこう今回のようなシビアアクシデントを起こさないよう対策を取る必要が不可欠である。そしてそれは今回の事故の事実関係を十分に踏まえたものでなければいけないと書いてありますが、政府の事故調の最終報告が出る前に政府は大井原発の再稼働を、認めたわけですけど、そのことについて委員長はどうお考えますか。最終報告が出る前に大井原発の再稼働の問題と、これとは私から見ると全然関係がないというふうに思っています。これはこれで学ぶべきことを学ぶところを自分らなりに懸命にやって、ある速度でちゃんと内容に行くところまでやってるわけね。それと大井原発の方がこれの結論を取り入れるか取り入れないか何かやるっていうのは、私たちの方がやることがそれで影響を受けることではなくて、そちらを生かすか生かさないかは政府なり何なりのやることだろうというふうに私は思います。ですからこれが結論が出る前にやったのがおかしいじゃないかっていうんだったら、おかしいという意見もあるだろうし、いやそんなの待ってられないからやるんですってならそういう考えもあるだろうしで、これが出ないでやるのが、待ってなきゃおかしいじゃないかって、それは
くっつけすぎだっていう感じがします。次の方の質問にも移ります。それでは、じゃあ一番後ろの方で、一番右から6列目ぐらいですかね。ありがとうございます。共同通信の太田と申します。多くの包括的な提言勧告がなされているわけです。先ほど委員長は政府に対しては強く要望するというお考えをおっしゃられたわけですけれども、これだけのもの、国会事故調のものも合わせてかもしれませんけれども、履行されなければですね、ただの学術研究が終わってしまう恐れがあるわけです。政府に履行を迫る術、例えばそのアメリカの911委員会というのは終わった後も委員長というか議長なんかがそのスコアカードというか通信簿を、ね、定期的につけたりしていてですね、それでこう政府の意向を確認していくという作業をやっているんですけれども、そういう要望を超えたですね、何か意向を促すシステム、制度作りというのを現時点でお考えですか。と私自身は考えていません。そういうものが必要になるだろうということは今は考えれますが、今はね、だけど委員長を引き受けるときにそこまで考えて引き受けたかって言ったら、そういうとこまでは考えていませんでした。ですから今ここまで初めにこれをやりたいとかやるべきだと思って言ってる分もきちんとできないでね、ここでもうあるとこまで来たら報告して、それでまあ、言ってみればおしまいというか、そういうふうになったら自分の求められた役割はここまではやったというだけで、それで十分ですかって言ったら、やれるとこまではやりましたというんで、もうそれ以上のことを何かあっても無理だと思います。で今からね、そいつのチェックをお前やれよって言われても、いやとてももうそれはできないから勘弁してくださいって言うしか仕方がないと思います。関連しまして、もう一点、はい、継続調査の必要性ということを大変、はい、強くおっしゃってるわけですけれども、はい、何かその、各東電なりその規制当局が調査を続けることは必要だと思うんですけれども、この委員会とは別途、例えばそのタスクフォースといいますか、積み残された課題をですね、そういうやっぱり一つのチームでやっていく、そういうタスクフォースの設立等は必要だとお考えですか。それこそね、日本のお国が一番考えなきゃいけないことなんじゃないでしょうか。私たちがとやかく言うとかね、これやれとかあれでなきゃおかしいっていう、そういう立場ではないというふうに思うんです。でも国全体で考えたら、これだけのことが明らかになってきたら何をやらなきゃいけないかっていうのは、例えば国が考えることかもしれないし、国民が考えることかもしれない。やっぱりここの委員会をやったんで、お前そこまでやったんだからそこも考えるって、それは無理だという感じがします。でも考えなければいけないことで、ここの継続的なね、調査そういうものをやんなきゃいけないって言ったの一番大きいのは、これは起こった事故 のサイトの中というか、発電所の中で起こったことを明らかにするというよりは、まだ今でも進行してるんですよね、ずっと。そしてこれだけ長い時間軸をで物を見なきゃいけないものを放り出しちゃっていいというふうにはとても思えないんです。だからそうだとしたら、この長い長い時間をずっと時間軸に沿って観察し、ただ観察するんじゃなくて対策も打ったりなんかしながら、それこそジタバタしながらやっていくっていう、そういう動きが非常に大事だろうというふうに思っています。今の委員長の答え、自民国の方から一点だけ補足させていただきますと、432ページをご覧いただきたいと思うのですが、当委員会の提言についてのフォローアップにつきまして、具体的に政府に対して求めていまして、関係省庁等に実施に向けた具体化を指示してもらいたいと、取り組み状況を把握して状況を取りまとめて公表するなど確実なフォローアップをすることを求めたいというふうに要望しておりますので、ご留意いただければと思います。じゃあ次のご質問に移らせていただきます。じゃあ、真ん中辺でグレーのシャツの方。西日本新聞の吉田といいます。何百ページも及ぶ、報告書で、とても苦労されたと思うんですが、実は一般の国民の方は多分これを読んでもほとんど分からない
一般の国民が知りたいことはただ一点で、日本は原発をこれからも持っていいのかどうかということがもう究極のところだと思います。で、委員長の所管のところで、最後のところで、言い換えればいい思いつきもしない現象も起こりうるということが書かれております。ということは、福島の事故以上のことがあるかもしれないというふうにも見取れます。これは、事故上 のミッションではないかもしれませんけれども、結局日本は原発を安全にこれから動かすことができるのか、今回事故調を、やられた委員長として、あるいは各委員の先生方にもお聞きしたいんですが、そこを、やられてどういうふうに思ったのか、ぜひお聞きしたいです。まずじゃあこれこそね、委員全体で議論してちゃんとやった結論でありませんので、委員長個人のまさに所感です。それで見ると福島で起こったことでもう一番ひどい事故はあの種類でおしまいだということは僕はないだろうというふうに思います。じゃあどんな種類がどんなふうにあるの、これこそ学ばないといけないことだというふうに思うんです。それで大きな事故っていうのが原子力についてあるとね、スリーマイルアイランドの事故で、これで何が考えられるかというと、人は判断を間違えるという、ヒューマンエラーとでも言えるけれど、そういうものを学んでいる。それからチェルノブイリはどういうふうに何を学ぶか、それはたくさんのことを学ぶというふうに思いますが、しかし、これはだからさっきから答えるけど、個人委員長個人の所感だよ。そうでないとここ全員のあれですねって言うと、いやそうでないってなっちゃうから。でもチェルノブイリっていうのを見ると、あれはある種の発散系というか、何かの条件の時に動き出したら止まらなくなっちゃうようなシステムを、そこをいじってしまったというふうに僕には見えるんです。それで今回のね、福島のものは、その自然災害を自分たちが想定した範囲のことしか起こらないというふうに勝手に決めちゃって運営をしていたっていうのの結果になってるんだろうっていうふうに思います。もうちょっと簡単に言うと、自然災害というのを甘く見たっていうことじゃないかというふうに思うんです。じゃあそれでね、大体の災害、こういう大規模なもうとんでもない災害っていうのも、今言ってるヒューマンエラーとシステムと、それから自然災害の3つで分類すると、大体尽くしているのかって言ったら多分そうじゃないと思います。で、この次に多分出てくる非常に危ないと思うのは、人間の悪意ではないかという気がするんです。で、悪意でそのわざともうひどいことを起こそうとする人が、その人の意思でそれをやろうとするっていうのはあり得ることだと思うんです。ですからそういうことをことも考えないといけないんだっていうことを、私たちはちゃんと学んでいるのかっていうと、日本はまだ十分に学んでいないなっていうふうに私には見えます。これはだから委員会を代表して言ってんじゃないよ、さっきからもう何回もうるさく言うけど、個人で考えるとそういうことを私は考えます。ですからまだ危ないことっていうのはいろんなふうに起こると思います。ではそれじゃあ究極のね、先ほどの質問の中にあった原子力は使っていいんですか悪いんですかとか、いい悪い、それから使う使わない、それと今の話とを直接に結びつけて、それで結論を簡単に出してしまうっていうのは無理だろうというふうに思うんです。こういう危なさがこういうふうにあるぞと、そしてそれがね、起こらないようにするのにどうするかだけじゃなくて、起こっても大丈夫なようにするにはどうするかとか、起こっても被害をものすごく小さくするのにどうするかと考えるとか、もっといろんな条件をたくさん考えて、すごいたくさんの議論をしながら進めていかないといけないんじゃないかというふうに思います。で、今言ってるようなことはね、委員長所管としてしかもう言いようがないんです。ここの中で調査検証をやろうって言ってるんだけど、そういうことをちゃんとみんなで議論しようって、仮にここでやっていたら1年その議論をやってて、多分何も答えが出てこないんじゃないかっていうと思うぐらい大事なことなんじゃないかというふうに思います。私のこれおしまいにしますが、他の委員の方もっていうから、どうぞどなたでも何か言っていただくといいんですが、はい、補足をさせていただきます。
ていただきますと、委員長がおっしゃっただけでなくてですね、401ページちょっと見ていただきたいんですけれども、それに原子力の安全を考える際にですね、悪意という話ですけど、具体的に言うと核テロですね、非常に我々、これについて十分今回は深く切り込めなかったということですけれども、やはり今後のことを考えるとですね、世界の動向は核テロが一番懸念されたわけですね。その前に福島が起きちゃったということで、核テロと原子力安全というのは非常に密接に絡みます。そういうことで今後新しくできるですね、規制当局においてはその分野のことも含めてですね、十分フォローして、そしてあらゆる事態に備えるような、そういう体制を作ってほしいということを、意向を込めてここに書いてありますので、参考にしていただければと思います。はい、他にも委員の方でなんか、はい、じゃ、はい、すいません、はい、先ほどの被害者の視点からの欠陥分析について具体的にやったのかどうかということについての質問があったので、そこの到達しないうちに話が長くなって大変失礼しました。それはやってます。ページ416を開いていただければ分かるとおり、416ページの真ん中頃、平成18年4月から7月にかけてうんぬんという、この当時保安院と安全委員会が避難区域の設定や中身について再検討するかどうかで大論争があったときですね、保安院の主張は主張なりに、当時の行政の考え方としてはそれなりの合理性があったと言わざるを得ない面もあるわけですけれど、住民被害者の視点からすると、行政にいくら合理性があっても現実に大変な被害者が出てしまうという事態の中で、やむを得なかったでは済まされない、そこでもっと違う視点から、行政の枠を超えた視点から分析するとどうなるかということで、ここで新しい問題提起をしているわけです。それから次の418ページにおいてもスピーディーについてですね、国会事故調と政府事故調の違いを尋ねられた方がいましたけれど、このスピーディーというものを、その単なるコンピューターのシステム的な問題として分析するとですね、誤差が多いとか、あるいは、有効利用には無理だとかいう議論があっても、住民被害者の視点から言うとそれでも使える側面があるんじゃないかっていう、そういう議論も成り立つわけで、そちらをこの当委員会では取っているわけです。そういう点でこの被害者の視点からっていうのは非常に重要な評価の分かれになるところであります。以上補足しておきます。エアコンも止まってしまったようですので、なるべく先に進みたいと思いますが、なるべく質問の方も絞らせていただければと思います。それじゃあ2列目の方で、フリーランス記者の方でお願いします。また国会事故調で出たことにちょっとなるんですけども、これお読みしておそらく同じだとは思うんですが、国会事故調は一番最初にようやくで明快にですね、今回の事故は人災であったと、さっき自然災害が甘く見たという方がありましたけれども、ちょっと同じようで違うのですが、この辺、実際の結論的に言えることなのか、実際に議論されてそういうような結論が出ているのか、大変大事なことなので、まずここから始まると思うんですね。それをお答えいただきたいと思います。